おう、今日も頼んだぞ。おお、ますます手際が良くなってきたな。これならもうどんな厄介なお客が来ようと問題にはならん。ストップ！お前がそう言うとなんか面倒なことが起こる気がするんだよ。はっ、そんなことあるわけないだろう。俺は別に。かいや、まさかリーウェで会えるとは思わなかったぜ。こういうのなんて言うんだっけか。開口遭遇だ、親分。そうだそうだ、それだよ。だよな、アヤトの兄貴。牛使い野郎、なんでお前が。ああ、おめえは空をかける白鉄ちびすけ、それにダチ公じゃねえか。今日はついてるぜ。こんなに多くのダチに会えるなんてな。お前帰ったらしばらく働いて金を集めるって言ってたよな。なんでまた来たんだ。はっはっは、俺様の腕がありゃ金儲けなんて野郎飛べばすぐにできんだろ。今回はうまいもんを飲み食いしに来たんだよ。それとついでに玉将がリーウェでどうしてるか見てやろうと思ってな。少し前にリーウェで虫相撲大会を開催した人がいると聞いて、せっかくなので見に来たのです。残念ながらもう終わっていたようですが。何？あの大会を見逃すなんてよ、そりゃもったいなすぎるだろう。ええ、しかし幸い一斗君に会えましたから、当時の盛況ぶりが聞けそうですね。別に構わねえぜ、食いながら話そう。ここの料理人は早く料理人を呼んでこい。ダチたちにご馳走を用意するからよ。は？おい、牛使い野郎はよく本に出てくるみたいな。手で合図したら誰かが出てきてくれるってシチュエーションを真似したいだけだと思うぞ。ああ、ダチ子、冗談がうまいじゃねえか。なら早くその料理長を出してくれ。それでお客さんは何を注文したいんだ。賓客を喜ばせたいなら金玉満堂や半減休館があるが。親分、予算のことも忘れるな。もっとよ、こう気取ってねえようなやつはないのか。気取ってない、そうだな。樽を知り常に楽しむと書いて四足上楽という料理がある。この料理なら香り豊かで味わい深くたらふく食える上に安くてうまい料理だが。四足上楽、いい名前だぜ。こりゃごちそうにちげえねえ。ならそれに決めた。ここにいるのはみんなダチ子だ。派手な料理で着飾る必要なんざねえ。一斗君は見る目がありますね。あまりにも大げさに作り込まれた料理は私も好まないのです。これがチキというものでしょうか。チキ、そうだチキだよチキ。マジか。まあ、お前らが楽しければいいや。そしてその時だ。赤紅一緒が堂々たる着替えでカノハ葉月神器に突っ込んでいった。さすがは真剣虫相撲大器用です。生き生きとした素晴らしい試合だったのですね。空気が息苦しすぎたから口実を作って抜け出してきたんだ。ともかくさっきは会わせてくれてありがとう。詳しいことはまた後ほど話そう。